対に取り付けたんだけど、最悪や。
ふるさと納税で頼んでたシャインマスカットが届きました。今日たまたまなんだけど、このシャインマスカットとじゃーん梨で、この梨はお友達がプレゼントで送ってくれたもので、引っ越してから不運続きで、まあ、全部私のせい、自分のせいなんだけど、インスタのストーリーとかに本当に何にもうまくいかないみたいなストーリーを上げてたんですけど、そしたら多分ね、それを見てくれたのか、お友達がね、これを送ってくれたの、優しすぎる。で、元気出してねって LINE をくれました。めっちゃ暗いと思うんだけど、今ここがね。なんかリビングの明かりがなくって、自分で新しいのをつけなくちゃいけないんですけど、まだ買ってなくって。真っ暗なんですよね。マジで闇って感じ。わお。え、すごい。え、見て。すごいんだけど。めっちゃくちゃ大きい。これ、わかるかな？サイズの比較。これがコップなんですけど。コップよりも大きい。すごい。これなんて品種なんだろう。もう一個。こっちもめっちゃでかい。同じぐらいの大きさ。マスカットー。もう2つ入ってました。うわー、美味しそう。でもこれ冷やした方が絶対美味しいよ。大きすぎる。甘っ。めっちゃ甘い。